ジャクソン、ナイスピッチングで今季7勝目、ペーサーズ見事勝利、イエーイ。はい、どうもメントスコーラと、ナンドルモノでございます。本日も DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思いますというところでですね、今日から始まりましたハマスタでのね、巨人との2連戦というところで、もう本当にね、サインを、死するべく、何としても本当に勝たないといけないと試合、さらにはね、全阪神タイガースファンの皆様が、ベイスターズを勝てというところで、非常にプレッシャーが、かかるというところの試合だったんですけども、結果を申しますと、見事、0対1で勝つことができました。見事、本当にね、しっかり勝つことができましたし、さらに皆さん、阪神ファンのニーズにも応えることができましたというところで、いつも通り選手活躍というものをね、見ていきたいなというふうには思います。選手活躍の方はこんな風になっております。まずですね、まあ、ちょっと動画撮ってる段階でですね、まあ、広島、勝ち回裏というところで負けているんですけども、まあ、まだまだ最後まで、どうなるかわからないというところで、これでもしね、広島が負けるようなことがあればですね、もうゲーム差が 1.5 ゲーム差まで広がるというところですので、もうほんとそうなれば非常にやっぱ大きいっていうところにやっぱなりますよね。まあそれをまあ、まずは願いたいなっていうふうにはね、思うんですけども、まあ今日はちょっと、ね、うち、やむんだ試合でしたね。で、このところヒットは9本で、出塁はフォアボール2個と敬遠というところなので、12出塁したんですけども、まあ2回のところにそのノーアウト満塁の場面ですよね。ちょっと浅野選手がこけてね、ラッキーなスリーベースがあったりだったというところで、連打でまあノーアウト満塁になったシーンで、まあトマシア選手がゲッツー、ホームゲッツーにやったりなんでね、その後も敬遠、デモニ選手敬遠されてね、まあジャクソン選手ちょっと疑惑の判定で結構粘ったんですけどね、最後のようあらんボールをね、ストライクにされたっていうところもあったんですけども、まあそこでね、無得点だったりだとか、まあ今日はちょっとね、苦手な戸郷選手っていうところで、戸郷選手でそこまで今日は絶好調という感じではなくて、まあ逆にちょっと悪いなりの、投球だったのかなというふうには思うし、まあ悪いなりでもね、あんまりしっかりまとめてくるのは戸郷選手さすがのピッチングだなというふうには思ったんですけども、まあちょっと本当になかなか点数を取ることっていうのができませんでしたよね。まあ結果的にはね、このラッキーなセカンドゴロの間の1点という感じにね、今日はなりましたので、得点を取って勝つことはできたんですけども、ちょっともうちょっとね、点数を取って楽な展開したかったなというのがね、思っております。まあその中でね、本当に好調牧選手がマルチヒットを、さらに不振をね、不振で、苦しんでいる梶川選手に久しぶりにヒット出まして、さらにね、13個目の盗塁というところで、ちょっと近本選手、1位の近本選手とはね、ちょっと差があるっていうところなんですけども、本当に2位が同率っていうところに並んでたので、いい盗塁というところがしてくれました。さらにはね、4番の大新選手も3安打っていうところで、素晴らしかったかなというふうには思いますし、ちょっと本当に、打線というものはヒットっていうのは出たんですけども、得点というのはね、1点というところでした。あとはですね、飛ばし屋選手ですね、ちょっとまあ初回のその2回のね、ホームゲッツーというところもあったんですけども、ちょっと最後のちょっと振り逃げですよね、やっぱりそのプロなんでやっぱしっかり走ってほしかったなっていうところはあるしね、リクエストは何を見せられてるんだって感じのリクエストでしたけども、ちょっとやっぱあそこはしっかり走ってほしかったですよね。で、あと森選手ね、ヒットは出なかったけども、散々ちょっといいプレーというものがありました。まあ一つですね、ちょっと冒頭で、二塁まで進ましてしまったというところのプレーというのはね、ちょっとミスだったかなというふうには思うんですけども、本当に最近守備でもね、いいところというところを召しているので、やっぱ送球がね、やっぱおぼつかないというところがありますので、それをしっかりしてくれればもっと本当に素晴らしい守備というところになってくるんですけども、まあ、ミスはあったものの今日ねしっかりと、いいプレーというところで連発してくれたので、そこはやっぱり森選手の、ネックのポイントもありながらやっぱりいい、プレーなのでそこを伸ばしていってほしいなっていうふうには思います。まあ、今日本当によく頑張ってくれたのは本当投手陣というところですよね。特にジャクソン選手なんかはね初回からもうめちゃくちゃ雨降ってましたので、本当に大変な中でのピッチングだったかなというふうには思うんですけども、ちょっとエラーもあったものでね6回無失点で抑えてくれ本当に今季7勝目というところで7勝7敗何としても勝ち越していてほしいですね。その後のリリーフ陣というところもよく本当に泣いてくれました。はい、それでは最後にメントス・クラク選手を決めましてね、今日の動画は終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、もちろん今日はいいピッチングしてくれましたジャクソン選手が出てきたいなというふうには思います。メントス・クラクおめでとうございます。明日も読売に勝ってぜひ読売の犬を在宅していきましょうということで、ここまでこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもですねこんな感じで撮っておりますのでまた見てください。それではお疲れ様でした。さあ、バイバイ。脱却しよう。
青木選手の投資果敢に突き進め、浜の空に声がけ、進め、シャリーロード、かっ飛ばせていた。